グリーンビル、サウスカロライナ州。グリーンビル、グリーンビルは、アメリカ合衆国サウスカロライナ州北西部に位置する都市。アパラチア山脈登録のピードモント大地上、アトランタとシャーロットのほぼ中間に位置する。人口は58,409人。2010年国勢調査で、コロンビア、チャールストン、ノースチャールストン、マウントプレザント、ロックヒルに次ぐ、州第6の都市である。 グリーンビルに群長を置く、グリーンビル群を中心に、アンダーソンを含み、4群にまたがる、都市圏は82万4112人、近隣のスパータンバーグ都市圏、及び3つの小都市圏を合わせた、広域都市圏は136万2073人、いずれも2010年国勢調査の人口を抱え、共に、州内最大である。グリーンビルは、アップステートサウスカロライナと呼ばれる、 中北西部の丘陵地帯に位置する従軍にまたがる地域における経済、教育、文化の中心である。20世紀初頭には市は繊維産業の中心地として発展した。また世界的なタイヤメーカーであるミシュランは北米本部をグリーンビルに置いている。教育面ではグリーンビルにキャンパスを構えるファーマン大学をはじめアップステートサウスカロライナ地域の大学が 参加しているコンソーシアムがその本部をグリーンビルに置いている。1663年、イングランド王チャールズ二世はカロライナ植民地を八つに分け、八人の貴族にそれぞれ土地を与えた。今日のグリーンビルがある、この地はベンジャミン・ノーウッド四世に与えられた。しかし、ノーウッド四世はアヘン中毒で悪名がく、複数の愛人を持ち、その統治も腐敗に満ちていた。 ノーウッド四世による植民地統治が失敗に終わった後、この地はイングランド王室に戻された。1763年にパリ条約が結ばれ、フレンチ・インディアン戦争が終結すると、この地はネイティブアメリカンのチェロキー族のものとされ、白人は原則立ち入り禁止とされた。しかし実際には、すでにこの地に入植した白人が数家族あり、 白人の公益商人がこの地を日常的に行き交っていた。この地に初めて高級的に入植した白人はリチャード・ペアリスであった。ペアリスはチェロキー族の女性と結婚し、チェロキー族の所有する土地の一部を分け与えられていた。ペアリスに分け与えられた土地の中には、今日のグリーンビル市域や、その北に広がるパリスマ運転が含まれていた。独立戦争においては、 ペアリストチェロキー族はイギリス側に着いた。終戦後、チェロキー族はデウィッツコーナー条約に従って、この地をサウスカロライナ州に割譲した。今日のグリーンビル市は、もともとは1797年に創設されたプレザントバーグという名の村であったが、1831年に現象のグリーンビルに改名された。このグリーンビルという名は、 独立戦争で戦績を挙げた大陸軍少将,将ナサニエル・グリーンもしくは初期の入植者であったアイザック・グリーンにちなんで付けられたと考えられている。1853年には鉄道が開通しグリーンビルの成長が促された。南北戦争中にはグリーンビルには病院が置かれ地元の女性が負傷した南軍兵士の治療に当たった。 南北戦争後、1869年2月には、サウスカロライナ州議会の議決により、グリーンビルは町から市に昇格した。20世紀初頭には、グリーンビルは繊維産業の中心地として発展した。その最中、1917年には、サザンテクスタイルエクスポジション社が、繊維製品や機械の展示に用いる建物として、 オールドテクスタイルホールが建てられた。この建物は1962年まで使われ、グリーンビルとその周辺地域における繊維産業の発展の象徴となってきた。オールドテクスタイルホールは1980年に国家歴史登録財に指定された。しかし、その後取り壊され、2000年に国家歴史登録財から除去された。第一次世界大戦中には、グリーンビルには、 陸軍新兵の訓練場が置かれた。やがてこの訓練場は第二次世界大戦中にドナルドソン空軍基地となり軍需産業でグリーンビルの地域経済を潤した。1960年代に入ってこの空軍基地の敷地がグリーンビル市当局に返還されるとその後は民間の航空貨物やその他航空関連の産業拠点として転用された。 グリーンビルはに位置している。州都コロンビアからは北西へ約1 6 0トル、シャーロットからは西南西へ約1 6 0トル、アトランタからは北東へ約2 3 0トルである。地域はアパラチア山脈の登録、ピードモント大地上に広がっており、小高い丘が多数あり、起伏に富んでいる。市中心部から北へ約1 0トルほどのところには、 パリスマウンテンと呼ばれる州立公園にも指定されている標高600メートルほどの低山がそびえている。市の標高は294メートルである。アメリカ合衆国国勢調査局によるとグリーンビル市は総面積67.6キロメートル26.1ミである。そのうち67.3キロメートル26.0ミが陸地で0.3キロメートル0.1ミが 水域である。総面積の0.38%が水域となっている。グリーンビル及び近隣のスパータンバーグアンダーソンの3種を中心とした都市圏、正式名称、グリーンビルスパータバーグアンダーソン広域都市圏は、アップステートサウスカロライナの10群をすべて含む。この都市圏の面積は1 5 6 1 1トルで、サウスカロライナ州度の約1、 日本の岩手県の面積にほぼ匹敵する。グリーンビルの気候は四季がはっきりしており、蒸し暑い夏、おおむね温暖なものの、時折寒くなる冬、および過ごしやすい春と秋に特徴付けられる。最も暑い7月の平均気温は摂氏26度、最高気温の平均は摂氏31.5度で、月の約半分は最高気温が摂氏32度。 過し90度を超える。最も寒い1月の平均気温は摂氏5度、最低気温の平均は氷点下摂氏0.5度で、月の約半分は最低気温が氷点下に下がる。降水量は1年を通じて平均しており、月間90から130ミリメートル程度である。12月から3月にかけては、月間1から5センチメートル程度の降雪が見られる。 年間降水量は1250ミ、mm、リメートル程度である。欠片の気候区分ではグリーンビルはアメリカ合衆国先海岸や南部に広く分布している温暖湿潤気候 CF に属する。起伏に富んだ丘陵地帯に広がるグリーンビルの街路はダウンタウンでこそ比較的整然としているものの地域の大部分においては入り組んでいる。東西に通る街路は メインストリートを境に W、西と E、東に分かれている。南北に通る街路はワシントンストリートを境に N、北と S、南に分かれている。ダウンタウンは東西約1キロメートル、南北約2キロメートルの範囲に収まっている。ダウンタウンのすぐ南を流れるリーディー川には自然の滝があり、その周囲は ホールズパーク・オン・ザ・リーディというソとして整備されている、後日。1960年代に始まったダウンタウン再開発の成果や、都市圏で見るとかなりの人口を抱えていることもあって、グリーンビルのダウンタウンには約6万人という域人口の割には中高層の建築物が比較的多く建っている。グリーンビルで最も高い建物は1966年に 完成した22階建て、高さ93メートルのランドマークビルディングで、ダウンタウン北部、スプリングウッド墓地の向かいに立っている。グリーンビルは、シティマネージャー制をとっている。シティマネージャーは、市の行政の最高責任者で、市議会の任命によって就任し、市政府の日常業務から、市の予算案作成まで、市の行政実務全般に責任を負う。市政府の職員は、 直接的もしくは間接的に、シティマネージャーに報告することになる。市の立法機関である、市議会は市長及び6人の市議員からなっている。市議員のうち4人は市を4つに分けた、小選挙区から1名ずつ選出され、残りの2名が全市から選出される。市長は全市から選出される。市長、市議員とも、その任期は4年である。市議員は2年ごとに、 小選挙区枠の半数に当たる2名、及び全市枠の半数に当たる1名がそれぞれ改選される。グリーンビルを中心とするアップステートサウスカロライナの玄関口となる商業空港は市の中心部から東へ約16キロメートル、グリーンビルとスパータンバーグのほぼ中間に立地するグリーンビル、スータンバーグ国際空港 IATA-GSP である。 同空港には三大航空会社、デルタ航空、ユナイテッド航空、アメリカン航空の各ハブ空港からの便が就航しているほか、US Airways によるシャーロット、フィラデルフィア、ワシントン D、C、ナショナルへの便やアレジャイアント航空によるフロリガ方面への便も発着している。グリーンビル市内にもダウンタウンの東約5.5キロメートルにグリーンビル、ダウンタウン空港、 IATA, ームがあるが、こちらは、ゼネラルアビエーションと呼ばれる、自家用機やチャーター機、ビジネスジェットの発着がある時になっている、規模の小さい空港である。週間高速道路 I-85 は、市の南東を北東南西に通っている。I-85 は、ピードモント大地を貫く幹線で、北へは、リッチモンドやシャーロットへ、南へは、 アトランタやモントゴメリーへと通じている。I-85 の支線である、I、I-185 は、市の南西部から、I、I-85 本線を交差し、南郊外を回る反環状線となっている。もう一本の支線である、I、I-385 は、ダウンタウンの東から、I、I-85 本線を交差し、南東郊のローレンス郡で、I、I-26 に合流し、州ュ コロンビアやチャールストンへと通ずる短絡路となっている。長距離旅客列車を運行するアムトラックの駅はダウンタウンの北西約 2km にあり、ピードモント大地を貫いてニューヨークとニューオーリンズを結ぶクレセント号が北港、南行とも1日1便停車する。市内の公共交通機関としてはグリーンビル市政府が運営するグリーンリンクの路線バスが主となっている。 この路線バス網は11系統を有し、市内及び周辺をカバーしている。ファーマン大学は、グリーンビルのダウンタウンの北西約 10km に750エーカー、303万4500メートルのキャンパスを構えている。同学は1826年に創立した私立のリベラルアーツカレッジで、アップステートサウスカロライナでは、最古。 サウスカロライナ州全体でもチャールストン大学、サウスカロライナ大学コロンビア校に次いで3番目に長い歴史を持っている。同学は42の専攻プログラムを提供し、学生数は約2700人、学生体教授の日は11、1、クラスサイズの平均は19人というリベラルアーツカレッジの特徴とも言える少数、精鋭性の教育を行っている。同学は 全米のリベラルアーツカレッジの中で上位50位以内に入る評価を受けている。同学のスポーツチーム、パラディンズは NCAA ディビジョン I、フットボールはチャンピオンシップ部ディビジョン QIAA のサザンカンファレンスに所属し、男子10種目、女子10種目で競っている。アップステートサウスカロライナには、このファーマン大学のほか、就校率、私立の大学がいくつかキャンパスを置いている。 サウスカロライナ大学システムはスパータンバーグにアップステートを置いている。また、スパータンバーグにはファーマン大学に匹敵する評価を受けているメソジスト系リベラルアーツカレッジ、ウォフォード大学もキャンパスを構えている。アンダーソンの北、グリーンビルから西へ約45キロメートルのクレムゾンにはサウスカロライナ大学コロンビア校と並んで、 サウスカロライナ州を代表する州立大学であるクレムゾン大学のキャンパスが拾る。その他に US ニューズワールドレポート誌で高い評価を受けているアップステートサウスカロライナ地域の大学としてはアンダーソンに立地するアンダーソン大学、北高のタイガービルに立地する北グリーンビル大学、都市圏南東端のクリントンに立地するプレスビテリアン大学が挙げられる。 市の東部、グリーンビルダウンタウン空港の近くには、ユニバーシティセンターオブグリーンビルというコンソーシアムの本部が置かれている。このコンソーシアムには、アップステートサウスカロライナにキャンパスを置く上記の大学のうち、アンダーソン大学、クレムゾン大学、ファーマン大学、およびサウスカロライナ大学アップステート校が参加している。グリーンビルにおける、K-12 ほどは、 グリーンビル軍学区の管轄下にある公立学校によって主に支えられている。同学区は全米でも50位の規模を持つ学区で小学校53校、中学校22校、高校19校を有し約7万人の児童、生徒を抱えている。また、市の東部に立地するローパーマウンテン科学センターも同学区が設置したものである。 この自然科学教育施設は1882年に作られた23インチの反射望遠鏡を持つチャールズ・ E ・ダニエル天文台を中心に1800年代初頭のサウスカロライナの農場を再現した歴史農場や植物園、蝶園、プラネタリウム、自然遊歩道などの施設を有している。ダウンタウンの北西に立地するグリーンビル群美術館はサザンコレクションとして 1700年代から現代に、至るまでの南部芸術作品の収蔵、展示に特に力を入れている。同館は、南部芸術を広く捉え、ジャスパー・ジョーンズら南部出身の芸術家による作品に、加えて、ジョージア・オキーフや、アンディ・ウォーホルなど南部以外の出身の芸術家による、南部の文化や歴史を描いた作品や、南部で制作された作品も収蔵、展示している。また、同館は、 芸術教室も開いていてる。1980年代にダウンタウン再開発の一環として建てられたピースセンターはグリーンビル切手の演技芸術センターでカロライナバレエ団、グリーンビル合唱団、グリーンビル交響楽団、インターナショナルバレエ、及びサウスカロライナ子供劇団の5つの演技芸術団体が本拠にしている。同センターではこれらの団体の公演を中心に クラシックのコンサートやダンスなど年間300以上の公演が行われる。一方、ポップスやロックなどのコンサートやライブはダウンタウンの北東に立地する1万5000席を有する多目的アリーナ、バイ、ローセンターで主に行われる。グリーンビルにはメジャープロスポーツのチームこそ置かれていないが、カブリーグのチームはいくつか存在する。野球のグリーンビルドライブは ボストンレッドソックス参加のシングルエーラスのマイナーリーグチームでサウスアトランティックリーグの南地区に所属している。ドライブはダウンタウンの南西に立地するフルアーフィールドアットザウェストエンドを4度コロ地としている。アイスホッケーのグリーンビルロードオーリアーズはピクル南地区に所属するチームで NHL のニューヨークレンジャース、アルのハートフォードウルフパックと提携している。 ロードウォーリアーズはバイローセンターを本拠地としている。ダウンタウンの南を流れるリーディ川には自然の滝があり、その周辺はホールズパークオンザリーディという市営公園として整備されている。この公園はすぐ北に立地するピースセンターと同様に1980年代のダウンタウン再開発の一環として整備されたものであった。この整備によって それまで滝の上にかかっていた車道の桁橋は滝の景観を損ねているとして取り壊され、リバーティブリッジと名付けられた歩行者専用の吊り橋が架けられた。この橋は滝を囲むように湾曲しており、下流側にのみ二本の支柱が建てられている。橋の片側だけで指示するために、支柱は下流側に傾けられて斜めに立てられ、橋にかかる荷重が水平方向と垂直方向に、 分散されるように設計されている。また、ファーマン大学のキャンパス内には、地戦海有識の日本庭園がある。この日本庭園を見渡す、森の中には、プレース PF ピース、平安の場と呼ばれる、日本の寺院のような作りの建物が建っている。この建物は、庭園と共に、キャンパス内の名所となっているだけでなく、同学のアジア研究家によって、教材としても用いられている。 毎年5月には、ダウンタウンで、アーティスフィアという芸術祭が開かれる。このイベントでは、絵画、水彩、油彩、写真、デジタルアート、陶芸、宝飾、音楽、ダンスといった多岐にわたるジャンルの芸術作品の展示、講演や実演が行われる。フォールズパーク・オン・ザ・リーディの野外劇場では、毎年5月から8月にかけて、アップステート・シェイクスピア祭が開かれ、 期間中の期、金、土日曜日には無料で、シェイクスピアの作品が演じられる。10月に開かれる、フォール・フォー・グリーンビルは食の祭りで、メインストリートに立ち並ぶ40以上のレストランから、200以上のメニューが出される。また、ステージでは、カントリー、ジャズ、ブルースなどのライブも行われる。グリーンビルの都市圏、及び広域都市圏を形成する。 各軍の人口は以下の通りである2010年国勢調査以下にグリーンビル市における1850年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示すグリーンビルは以下3都市と姉妹都市提携を結んでいる楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください